んにちは、あかりです。今日はナイトルーティンを撮ってみました。ちょっと先週整形してダウンタイム中なので顔を写す動画を撮れないなと思ってナイトルーティンにしました。よかったら最後まで見てください。まず帰ったらすぐに着替えます。こちらはジェラートピケです。まあ、ジェラピケはね、ちょっとモコモコのやつは洗濯するとすぐボケボケになるから、やっぱ最近はこういう感じの素材感のを買いますね。ワンちゃんのご飯はですね、最近はキアオラのラムをあげております。ちゃんとですね、測ってあげております。お皿はルクルーゼかなって買いました。最近は女の子の方が多めにあげてます。待て待てだよ、お座り、さあ、お手、おかわり、お座り、お手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 、おかわり、おかわり、はいよし、はいよし、はいよし。 ASMR タイムですね。夜のね、こういう時間の方が、一人でいる時の方が仕事とかがはかどるので、結構パソコンでダラダラと仕事の続きとか明日やることとかを、先にやっちゃってます。洋服の仕事が主になんですけど、最近はこの時間に YouTube を撮ったり YouTube の編集をしたりしてます。編集下手くそなんですけどね、この先も編集は自分でやりたいなって思ってます。で、こっからご飯は Uber Eats を頼むんですけど、こうやって携帯出て Uber Eats を頼みます。まあ、この日はイタリアンの気分だったからパスタとピザにしました。まあ、自炊はね本当にしないので。で、飲み物はコンビニで買った、これハマってるやつ、セブンイレブンのと、あとレッドブルーは絶対飲みます。まあ、食べたらね、もうすぐ横になって寝てしまいますね。ここで本気で寝ちゃうこともあります。で、夜中に起きてやっべーってなってメイク落としてみたいな時もありますね。はい。でね、掃除はね、もうルーティーンっていうほどしてないから、気が向いた時とかにする。あ、ピースピースピース、あ、ピース。ずーっと携帯いじって寝落ちするっていうのが、まあ私の至福の瞬間ですね。ベッドあるんだけどベッドは使わないっていう。このソファーにいるのが一番落ち着くんですよね。ワンちゃんもいるし。じゃあ家事誰やるのって感じじゃないですか。まあ、私以外の人がやるんですよ、それが。まあ本当にありがたいんですけど、家事とかね、やってくれる旦那さんがいいなっていう感じです。本当にね、全くもってやりたくないんですよね。I love you ですね。メイクを落とします。化粧落としはシュウエムラのを使います。これはダブル洗顔なので、まあ、洗顔料いらないよっていうやつなんですよね。これ、なんか、突っ張りもなくて流した後。だから、すごい。ずっと使ってます。アットコスメに結構ランクインしてるよね。はい、お風呂入ります。セクシータイム。冬はね、湯船に浸かることが多いかな。半身浴。シャンプーとリンスはモーガンスっていうなんかアットコスメで人気だったから買いました。で、ボディーソープはマシェリー。これいただいたやつです。ありがとうございます。これはそこからスキンケアのね動画を見てくだされば、まあそちらに詳しいことが載っております。乳液とか化粧水はアルビオン使ってまーす。で、クリームはシャネルのやつですね。これはいただいたやつですね。友達にありがとうございます。ペチペチと塗っております。これはね、なんかお医者さんでおすすめされた歯磨き粉と、なんか電動歯ブラシ、適当に買ったやつですね。磨きます。ドライヤーはダイソンです。ファーって。はい、今から寝る準備に入るので、なんか暗いライトをつけます。真っ暗だと私は寝れないし、目見えないの怖いから無理なので、そういうとこ女の子だからね。あ、かわいいライト。こっからもずーっとスマホを見てます。iPhone を見てます。
ジョジョタウンとか Twitter とかインスタとかを見てますね。コメントとか DM とかも全部見てます。いつもありがとうございます。はい、おやすみなさーい。またねー。